はい、田中90です。皆さん、武器調整のアップデート来ました。それによっていろんな武器が調整されました。 NA45 もガチで弱体化されました。説明文が意味不明です。相手に反応する隙を与えません。だから弱くします。この理屈で言うとスナイパー全部弱体化しなきゃいけないんだが、で、みんなね、おそらく AK47 が強い強い絶対言うでしょう。3発キルになったんで。で、逆張りオタクの田中90はここでハブラに注目していきたいと思います。というのもハブラちゃんね、なんかね、全体的に強くなってるんですよね。まず頭のダメージが増えたと。ヘッド4発か3発になったのかな。33ダメージ、え、34じゃないからヘッド3つじゃないじゃん。体力100だしと思うでしょ。俺も思ったんだよ。一応検証したんだよ。それでしたらさ、ヘッド3発だったわ。1、2、3、はヘッド3発じゃん。33ダメージって何なんだよ。1、2、3、あー、体力って俺100じゃないんだこのゲーム。いや、ダメージが本当は 33.4 ぐらいなんだろうな。紛らわしい。ということでヘッド3発です。で、次、胴体ダメージが上がりました。31になりました。まあこれはどうでもいいですね。うん、これ正直、まあ4発キルから4発キルなんでどうでもいい。で、射程距離が上がりました。4発キルの射程が今までね、13メートルまで4発キルだったらしいんですけど、それが19メートルまで完全胴体も足も含めて4発キルになりました。で、さっきダメージの増減意味ないって言ったじゃないですか。意味ありました。というのも、胴体だけだったら29メートルまで4発キルなんですよね。これ理論値だけで言ったら結構えぐい。胴体ダメージが上がったおかげで実質的な4発キルが多分めっちゃ伸びてる。なんで胴体ダメージ上がったこと意味ありました。すいませんでした、すいませんでした、謝罪です。1分前の発言間違ってました。あ、ちなみに5発キルも伸びてます。今まで25メートルまで5発キルだったらしいんですけど、それが足まで含めた完全な5発キルは29メートルまでになってます。今的を外しすぎだわ、ちょっと恥ずかしかった。で、胴体だけの5発キルはこの49メートル時点でも見ての通り5発なんですよ。なんで胴体にさえ当たればおそらくずっと5発キルですね。だからね、胴体でのダメージ増加クソ意味あったわ。本当にすまん、本当にすまん。これ絶対あれだよな、そういうことだよな、運営すまね。デマ吐いたわ、1分前2分前。すいません、ハブラちゃん、なんですごい強化もらってます。あと、リロール時間も早くなったらしいです。どんだけ強化もらってるんだっていう感じでね、このハブラ使っていきたいと思います。で、今回使っていくハブラのカスタマイズはこんな感じです。ここね、ストックなしとかでもいいんだけど、スケルトンストックじゃなくて。でもね、反応が強いんだよね、ストックなしは。だからこの OWC スケルトンストックにしたわ。で、射程をちょっと伸ばしたいから OWC レンジャーにして、まあ他はまあ適当っすね。タクティカルサプレッサー最近の入りなんで入れてます。このカスタマイズでもいいと思う。だからプロゲーマーはこれにするよ、予告。ということで、装備はこんな感じでやっていきたいと思います。どうぞ。ハックニーヤードかよ。おい、ハブラの実戦ハックニーヤード試すのか。でもね、ハブラちゃんね、相変わらずのクソサイトなんだよな。クソサイト。クソサイトなんだよね、マジで。レッドドットサイトつけてもいいかもしんね。マジでクソサイトだからな。いや、でもね、強いと思うよ、やっぱ。そこそこの強さはある。OK？ OK あるじゃん。やっぱね、サプレッサーつけた方がいいな、なんだかんだ。このゲームね、結構ね、いや、でも強い！強い！本当にね、強くなった。全盛期のハブラが帰ってきたかもしんね。あの課金武器最強時代のハブラってね、最初ね、課金武器で唯一のね、本当にこれご利用せんのか、これをご利用せんのか。やっぱね、最強武器ってかね、強武器のいいところはね、クソみたいな打ち合い勝てるよね。今みたいにさ、もう絶対打ち負けんだろ、普通の武器だったらみたいな打ち合い。あー、オッケース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 。ここ来るでしょ、ここ来るでしょ。来ない。今どっから撃たれた。しかもハックニーうんちのうんちなところはな、どこから撃たれたか分かりづれんだよな。今の多分後ろから、オッケー。この、本当に強えな。いや、ダメージでかくなっても地味にでけえな。やっぱ。胴体がね、
やっぱね、胴体ダメージがでかくなったことによって全てのやつが OK。 いやー待ってるよこれ OK。 いや待ってるよこれ、壊れちゃったのか。もう早くない、壊れんの、壊れるの早くない、すごい。もう白にうんち次パッチでもっと、ま、建物全部削除しろ。 OK 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 OK。 今の負けたら発狂したわ。エイマシス弱えな俺の。 OK。今の死なないの、まあ、死んだって、抜けた、弾抜けた、消えてった今。 OK。 えらいね、ちゃんと負けたらもう素直に負けを認める、そういう紳士は俺嫌いじゃないよ。やっぱね、人間紳士。逃げるな逃げるな逃げるな。 OK OK。 これで裏来るだろう、これか。ってことはこっち側脇なんだよな、味方が。 OK。 さすがハックニウンチのプロって言われてるかな。でこれで多分これ来るっしょ。 OK。そうもな、そうもな。やばい、これ最低、玄関今日最適解見つけちゃいました。ハブラとこれです。ハブラとこれ掛け合わせることによってうんちが生まれます。ゴミで受け、これはゴミ、ゴミオブザゴミ生まれてしまいました。ゴミオブザゴミ田中球児です。今いたね、どうせここだろう、待ってるわ。これ来いよハブラね、中距離もいけるからね、アサルトだから。いや強い、おい中距離ガンマッチしてます。一生前出ません。オッケー、これ来るっしょ。オッケー、強すぎ。待ってこれ本当に強くね、勝ち最強武器じゃね。いやー、これ勝ったら強かった。今これ勝ったら今下打ちされた。いや俺は違う、俺信じてるよ、ミンド高くなってるからね。なんだその微妙に、分かんなかったじゃねえか。ちょっと過敏なりすぎか、田中記事下打ち鑑定士と言われてからあまりにも過敏なりすぎてるとよく言われるからな。いや、ハブラ信じないよかった。別に弱い武器じゃないから。ハブラ信じないよかったわ。今、ハブラ信じたら絶対勝ったよな。正直。はい、これ。やっぱね、ダメですわ。強い武器。強武器は信じよう。強武器は信じ。強武器じゃない武器は信じない。それが田中球児の流儀だから。これ裏から湧いたか。オッケー。いや、今のアキン、なんだその、あー、取った、奪い取った、俺のハブラ取った、返して。ついにもうリスペクトされてる俺。早いな、お前リスペクトが。お前渋谷のボーイか。渋谷ボーイはね、結構入れに敏感だから、ね、ここ待ってんじゃない。え意味ねえじゃん、俺のこの金返して。いや意味あったわ。いやこれ気持ちいいね、このショックあるしが悔しいだろう。俺ショックあるしが無駄になってくるとこマジで好き。オッケー。強い、マジ本当に笑いどころじゃなくて強いんだよな。これ来るだろう。おい、犬来るなよ、犬来るなよ。オッケー、これで、オッケー。いや、当たってねえのか、それ。やっぱ、ちょっと、あれだわ。最近なんかもう、ハブ、抜けるのが多い、ツンパ。俺の玉だけ抜けるわ。もう、硬っ！ハブは弱いな、UAV に。UAV 性能低いな。オッケー。これ溶けるよ。本当に溶けんな。本当に溶けんな。これ溶けるよ、ガチで溶けるやつじゃん。笑い事じゃねえぞおめえら、これ笑い事じゃねえぞ、ほんと強えぞ。なんかさ、ハルブラさ、多分 LK24 も一時期さ、なんかさ強化されたことがあって、その時のあんま LK24 強くなかったんで、正直。でもこれ本当に強いかも。やっぱコアスキルが伸びたのでかいんじゃないかな。無限のコアスキルはあるわ、インフィニットコアスキル。これ結構ボロ負けだけどボロ勝ちだからね。何やってるの。楽しい。いや待って、俺すげえ楽しかった、この試合。え、敗北じゃない、勝利よこれ。え、ということで、ハブラちゃん本当に強いです。ギャグじゃないです。なんか、俺のそう知ってるハブラじゃなくなりました。なんか、AK117 上位互換みたいな性能がありました。4発スキルが、もう犬も吠えてるよ。なんか4発スキルが、増えた AK117 みたいな感じの性能してる。ということで、はい。このハブラおすすめなんで、ぜひ使ってみてください。お疲れ様でした。おつ。やっぱりでもね、一番今騒がれてんのは、やっぱ47気がする AK47。3発スキルになったからね、そりゃ騒がれるわ。でもハブラも結構やべえと思うんだよな。